んにちは。おぐんま弥生公式チャンネルへようこそ。今日皆さんにお伝えするのは、なぜ多くの日本人の人が英語を喋れるようになりたいのになれないのかということをね、かいつまんでお話ししていきたいと思います。お楽しみに。さて、私自身もね、今は同時通訳者ということで、アンソニー・ロビンス、ジェイ・ブラハム、ブレンダン・バシャード、いろんな人のね通訳をさせていただいてますけれども、実は全然二十歳の頃は英語は喋れず、TOEIC 280点だったんですね。ですけれども、半年間ある秘訣に従って勉強した時には、ぐんと280点から805点まで上がったんです。そう、その秘訣はですね、ASAP なんです。もちろん英語をね、勉強されてる皆さんだったらご存知でしょう。ASAP とは、As soon as possible の略語で、なる早、なるべく早くという意味ですよね。ですけれども、私のこのなるはや勉強法の ASAP は違います。まず一つ目、 A は AIM の A なんです。そう、 AIM とは何か狙うっていうことですね。多くの人が間違えてしまうのは、英語がペラペラになりたいっていうその目標、それに問題があるんです。なぜならペラペラって言った時のその基準、定義、何でしょう。自分のすべての日常を24時間使う表現、すべてが英語で言えるようにならなかったらば、それペラペラって言えませんよね。ということは、ネイティブと同じように小さい頃からずーっと英語に使った人じゃない限りですね、なかなかそこまで気づくのは難しいんです。ですが、私が同時通訳を20年間している中で発見したこと、実は2時間ぐらいの会議だったとすると、覚えなきゃいけない特殊な用語っていうのは20から30ぐらいなんです。それだったら皆さんも、あ、ちょっとすぐ覚えられるかもと思いません？ということで、大切なポイントは、皆さん目標をギュッと絞り込みましょう。そうです、ピンポイントで目標を決めてください。自分が英語で今働いている会社のプレゼンをできるようにするとか、あるいは自己紹介、自分自身のエレベーターピッチ、ね、エレベーターの中でサクッと自分がどういう価値を持った人間なのかをギュッと伝えられる、それを英語でできるようにしようとか、ピンポイントで目標を決めてください。そうすれば、おのずとやらなければならない次の S も決まってくるんです。 S は Strategize、 そう、戦略を立てるということです。自分の AIM を射抜くために必要な戦略は、学習法は何なのかということを次にステップ2で明らかにしていくんですね。そして、じゃあ実際に目標も決まり、やることも決まった後、その後にやらなきゃいけない ASAP の2つ目の A は何か、どうでしょう。学習法があるにもかかわらず、何にもやらなかったら英語話せるようになりますか？ならないですよね。ということで、ここはアクションを取るっていうことなんです。実際に自分自身が勉強法を得たとしたら、それで実際に勉強してみてみましょう。そうすると、実際に使ってみることによって、あ、なんとなくこの表現はうまく言えなかったなとか、ここはうまく表現できれなかったかもというふうに思うところが出てくるでしょう。そう、そしてそれを TDCA サイクルのように見直して改良して、最後の P、 Practice、 英語でも Practice makes perfect、 練習さえすれば完璧になるという表現があります。そうやっていただければ ASAP、 自分が達成したい目標を正しい目標で行動をしっかりとって練習しまくるので、必ず達成できるということなんです。だからこそ、私も最初、英語がペラペラになりたいっていう状態で何をやっても上達してる感じがしませんでした。そりゃそうですよね。だって今日は英語の会話を勉強したり、明日は冗談を勉強したり、今日は発音を勉強したり、文法を勉強したり、英語表現のいろいろな専門用語を勉強したりと、あちこちに行ってしまうと、それは上達感が感じられないから諦めやすい状態になっちゃうんです。ですから、ピンポイントで絞る、正しい戦略をしっかりと決める、アクションをとって実際にやってみる、そしてあと練習しまくれば、あなたも必ず
自分が立てた目標の英語を身につけることができるんです。ぜひ一緒にやっていきましょう。では今すぐもっと詳しい情報を知りたい方は下のリンクをですねクリックしてください。また会いましょう。